皆さんこんにちは。痛みだわり3月4日号です。でまずは第19回全国高等学校なぎなた選抜大会のお知らせです。3月の23日土曜日、24日の日曜日、伊丹スポーツセンター体育館におきまして、全国各地から101校331人の高校生が集い、団体個人試合が繰り広げられます。入場は無料となっておりますので、当日直接会場にお越しください。また伊丹市 YouTube でライブ配信がありますので、こちらの方もどうぞお楽しみに。お問い合わせ先です。伊丹市教育委員会事務局保健体育課、電話番号は 072-784-8087 784-8087 となっています。それでは今週の痛みだわり姿勢情報から進めてまいりましょう。それでは続きまして姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春の火災予防運動に合わせて防火について学ぼうと伊丹市消防局へ行ってきました。3月1日から3月7日までの7日間、全国一斉に春の火災予防運動が実施されています。この運動は火を消して不安を消してつなぐ未来を全国統一の標語に掲げ、火災予防についての知識などを普及啓発して、火災の発生を防ぎ、火災で亡くなる方の数、財産の損失を減らそうという目的で行われています。伊丹市消防局にやってきました。今回は火災予防に役立つ知識、生活の中で気をつけておきたいポイント、伊丹市消防局に導入された車両やドローンについてご紹介します。消防局の林さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春の火災予防運動の期間中に実施される取り組みについて教えてください。はい、伊丹市消防局では春の火災予防運動の一環に、一人暮らしの高齢者の方を訪問する住宅防火診断を実施しています。全国的に、住宅火災の死者の割合で、高齢者が7割を占めているのはご存知ですか？ですね。はい、この現状を踏まえ、伊丹市消防局では住宅火災の死者による低減を図るため、地域の民生児童院さんにご協力をお願いして、70歳以上の一人暮らしの方のお宅を消防職員が訪問し、住宅防火診断を実施しています。訪問の際にチェックする項目はこちらです。家の周りに燃えやすいものを置いていないかや、電気コードをカーペットや家具の下敷きにしていないかなど、全14項目をチェックして、ご家庭に潜む危険箇所を一緒に探していきます。消防のプロの視点で家の中をチェックしてもらうのはとても心強いですね。はい、皆さんも訪問依頼があった場合はご協力をお願いします。他にも春の火災予防運動の期間中に行っていることってありますか？はい、伊丹市にお住まいの約3000世帯を無作為に抽出したアンケート調査を実施しています。アンケート内容はご自宅の住宅用火災警報器の設置状況や作動点検についてです。作動点検はどのようにすればいいんでしょうか？はい、紐を引くかボタンを押すかですが、このタイプの住宅用火災警報器であればこのボタンを押してください。火事です。正常な場合は正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。音が鳴らない場合は電池がきちんとセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は電池切れか機器の故障です。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換することをお勧めします。
設置していても肝心な時に作動しないと意味がありません。住宅用火災警報器の作動点検は10年を目安に機器の交換をお願いします。また万が一家の中で火が出た場合に備えて火を小さいうちに消火できる備えがあれば安心です。初期消火に有効なのが消火器です。消防法令上マンションや企業などに設置されている消火器や一般住宅で使用しやすいように開発された住宅用消火器、スプレー式のエアゾール式簡易消火用具などがあります。最近ではおしゃれな消火器がたくさんあるんですね。ですが備えていててもいざという時うまく使えるか心配です。はい、伊丹消防局では地域の自主防災訓練や消防訓練などで要望があれば消火器の指導をしております。藤井さんも一度体験しましょう。はい、お願いします。はい、こちらが様々な火災に対応した消火器になります。使い方はまず1で線を抜く、2でホースを火に向ける、で3で、そのレバーを握る、この3動作になります。放射距離はだいたい3から、7メーターほど飛びます。で使用上の注意点ですが、2でホースを火に向けた時に、勢いよく、粉末が出ることがありますので必ず先端を持ってください。そして消火する時は、ホースを握った状態で、呼吸を吐くように消火するようにお願いします。あくまで、初期消火用具になりますので、火が、ご家庭の天井に達している場合は避難を優先するようにしてください。それではあの火災を消してみてください。はい、まず、持って行ってください。で近づいたら、ピンを抜いてください。でホースを持って先端を持ってください。こうでレバーを握ってください。でほうきを吐くように、あ、出た、はい、これで手前から消火してください。こう、はい、OK です。はい、止めてください。無事消火できました。お疲れ様でした。林さん、思ったより簡単に使うことができました。はい、やはり一度体験しておくと自信にもつながりますね。そうですね、どの消火器も同じ使い方なので、火災の際は落ち着いて使うようにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧ください、こちらは伊丹市消防局に新しく導入されたドローンです。続いては消防力を強化しようと伊丹市消防局に新しく導入された資機材について広瀬さんにご紹介をしていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、伊丹市消防局では昨年10月に後ろにある後方支援車を導入いたしました。こちらの車両は直接消火活動に当たるのではなく火災現場に素早く移動し現場の状況をいち早く本部に伝えるといった目的の車両です。小さい車両のため細い路地にも入ることができ細やかな対応情報伝達できるのが特徴です。そしてこちらの車両に搭載されたドローンです。こちらのドローンも災害現場の状況をより正確に知ることができます。3人1組でドローンを災害現場で飛ばし上から見た状況を映像で捉えます。またこの映像は操作する隊員だけではなく対策方法を考える指揮者のモニターにも送られます。上からの映像を隊員の皆さんで共有ができると消防力防災力がかなり上がりそうですね。ドローンはますます必要とされる装備だと思いますが他の地域でも同じように導入されているんでしょうか。はい、ドローンは現在消防庁が全国の消防機関に導入を推進しております。ドローン関連の企業と災害対応時の連携を結んだりと自治体によって導入の方法は様々です。伊丹市消防局では災害現場をよく知る職員が自ら運用し日々ドローンの操作訓練をしているのが強みです。それではドローンの実演をしていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは早速飛行させたいと思います。はい、はい、それでは上昇させます。はい、どれぐらいの高さまで上げることができるんですか。はい、この場所ではだいたい40メーターぐらいまで上げることができます。
く上まで上がるんですね。そうですね。あ、高いで、上空からの映像はこの画面に映ってるんですか？そうですね、今カメラを動かしてみますね。そしたらこのように、はい、鮮明に見えますね、はい、今高く上げていただきましたけれども、はい、もちろん低空飛行っていうのも可能なんですか？はい、低空飛行することも可能です。そのためより対象部に近づいて人が歩いて立ち入れない場所ですとか孤立した場所、普段は地上からなかなか見えにくい場所も上空から俯瞰することで正確な情報を知ることもできます。特に火災現場の場合ですと煙の状況や色など撮れている映像を本部に共有しまして、その災害に対応する装備や資機材、またその後の人員の調整など、まあ、今後災害対応する上でどのようなものが必要なのかをより正確に予測することができます。そうすることによって、はい、いち早く対応ができて、はい、現場にいる方々の命を守るっていうことにもつながってきそうですよね。はい、ドローンの実演ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧のように伊丹市消防局では日々の訓練をはじめ新しい資機材の導入、市民への啓発活動などを行っています。番組をご覧の皆様もこの機会にぜひ防火について考えてみてください。今回は春の火災予防運動に合わせまして家庭でできる防火対策と伊丹市消防局の最新設備についてご紹介しました。現在消防庁では住宅防火を推進しようと命を守る10のポイントを啓発しています。例えばコンセントにホコリをたまらないようにする、 VTR でご紹介した住宅用火災警報器の点検や交換など火災を起こさない、万が一起こった時への備えなどを4つの習慣と6つの対策としてまとめて情報を発信をしています。ご家庭の防火対策ぜひ見直してみてください。防火意識を高めるためにもぜひご家族で命を守る10のポイントを確かめ合ってください。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。